ポーカーにハマってる話はね、まあ普通にポーカー最近なんか知り合いのおっさんに誘われてやり始めたんですけど、まあ結構面白くて。まあまだ3回ぐらいしかやってないんだけどね。ポーカーね、やっぱおもろいっすよ。なんか、まだ本当にペイペイなんやけど。いや、オフでやったんですよ。オフポーカー。新宿とか、まあ今時どこでもできるんですけど。アプリとかではね、あんまやってないっていうか、まあ、ちょっとだけやったけど、そんなやってないんだけど。オフポーカーをね、3回ぐらいしに行ったんですけど、いや、おもろいんよね、マジで。思ってた以上にね、ハマったというか、なんかちょっとやろうかなーって、最近思ってるわ。てか、なんか普通に人多くね？っていうか、なんか流行ってるくね？麻雀もまあ俺やるんですけど、やるっつうかまあ普通になんか、まあたしなむ程度。まあ別に上手くもないし、まあたまに友達と遊ぶ程度なんですけど、麻雀もやるんやけど、体感麻雀よりやっぱ面白くて、個人的には。まあ、麻雀もね、定期的にやってんすけど。テキサスホールデム、そう、テキサスホールデムですね。やってんすよ。世界の横澤、世界の横澤動画見てるわ。最近、めちゃくちゃ勉強のために。いや、ポーカーなんか勉強してんだけどさ、マジで 無限の座学ゲーなんだけど。無限の座学&経験ゲーすぎてさ。勉強走り始めたらなんか、心折れそうだわ、普通に。運要素はまあ全然あるっすよ、もちろん。もちろんあるけど、まあなんかその、なんて言うんだろうな。まあ、麻雀よりは運用素ないのかなって感じではある。まあ、体感ね。まだわかんないですけど。麻雀よりは実力ゲーな気もしますね。個人的には。見て。なくさん、将棋も重かったですよね。いや、将棋もね、最近 ちょっとやっててさ、いや、まず暇すぎんのかな、俺。いや、なんか将棋も面白くてさ、アプリとかさ、動画とかちょっと見てんねんな、将棋。引退後のたしなみみたいになってんねんな。将棋キャラランクさん 将棋キャラランクで、将棋キャラランクなんかな、場面場面で結構雑魚だったわと思ってるやつがね、なんかスマブラの まるでなんか、一部キャラにカウンターピックして出したカービィぐらいのね、なんか圧があるんだよな、やっぱ、将棋は。もともとキャラパワーが低いと思ってたやつでもね、なんか場面、いい場面で出したらね、輝くから、将棋は。カウンターピックかの、でも最近はちょっとポーカー勉強してえなと思って動画見てるわ、いろいろ。まだ下手くそやけどね、マジで。最終的には運もめちゃくちゃ絡むゲームなんですよ。な、その、最終的にリバーで落ちるカーブが、とか、なんか計算とかいろいろしても、結局最終的には運みたいな話もあるはあるんだけど、そこまでがめちゃくちゃ大事なんだよな、なんか。引き詰めていくと、なんか結果的に一番勝ちやすいのがあるみたいな。まあ相手も人だし。
なんか、あんまやったことない分野でさ、正直、ポーカーとかって。なんか、あんまね、なんだろうな、俺な、結構ポーカーやってて思ったのは、人狼とかあるじゃないですか。なんかその、いわゆる人とやって、まあ、なんか、まあ、ブラフじゃないけど、まあ、心理戦みたいな概念あるじゃないですか。まあ、そういうゲーム結構あると思うんですよ。あると思うんだけど、嫌いでさ、いわゆる読み合いみたいなのが。まあ、スマブラやっててもさ、もうただひたすら読み合いを拒否するだけのおじさんになってるからさ、正直。読み合い拒否して、まあ、精度とか、まあ、その強い行動とかを使って立ち回ってくるようにやってるからさ、なんかその読み合いみたいな概念が嫌いで。結局、そんなんさ、読み合いという名の運じゃんって思っちゃうから、あんまり好きじゃなくてさ、なんかあんま手つけてなかったんですけど、まあ誘われたからちょっとやってみて、まあなんかね、まあなんか別の考え方みたいのがなんかちょっと芽生えなくもない、やっぱり。面白いね。なんか自分がリスクを冒してでも、やっぱそのリターンを取れるところを取りに行くっていうのがね、なんか大事なゲームで割と。ポーカーマジでなんかね、リスクリターンの考え方がね、格ゲーっぽくないんだよな、マジで。格ゲーっぽくないっていうか、まあ、格ゲーじゃないから、それはそうなんだけど。格ゲーとは全然違うんだよね、リスクリターンの考え方が。なんだろうな、なんで試合終わろうとしてんの、これ。1ストなんだけど。対戦ゲーム、これ格ゲーとかではね、高いリターンが取れる選択肢でも、まあ、それなりに高いリスクを背負うと、まあ、結構それが正しくないことの方が多いんだよな、結構。自分がミスらなければ、自分がダメージを受けなければ、まあ、基本的にはその悪いことが起きないこの対戦ゲームとは違って、やっぱポーカーってなんか時間制限があるんですよ。まあ、時間制限、別に自分のチップが減らなくても、まあなんか相手のチップが増えると、まあ実質自分の手は、なんかチップは減ってないんだけど、まあ実質減ってるみたいなもんみたいな、なんか雰囲気が出るんだよ。だから、なんかそのリスクリターンが、まあてかリスクがかなり高くても、まあリターンを取れるところを結構取りに行かなきゃいけない場面があるんだけど、まあ負けてもしょうがないみたいな場面が結構あるんだけどね。そこの考え方が結構、対戦ゲーム、格ゲーっぽくなくて、結構ね、むずいんよな。そこの感覚をね、合わせるのが。難しいね。勉強中、今。先は長そうだ。まあ、俺の秋が来るのが先か、上手くなるのが先かはわからんけど。なんで？あのね。今のところかなり楽しいから、ちょっとまだ続けていくつもりだ、こうか。みんなめっちゃ勝ってくるやん、この、崖話横火。みんなこすられすぎて、ムカついた？これ、もしかして。相手 VIP のベルトスこれしかしない？バレてんだからやっぱみんなに。みんな勝ってくんもん、なんか。俺枯れないのに。